フランクフルトの聖レオンハルト教会聖レオンハルトに祈る農夫のブラのレオンハルトはキリスト教の聖人である。466年に生まれ、559年に没死したと言われる。11世紀の書物によれば、クロビス一世時代のフランクの貴族の出身で、ランスの聖、レミキウスが名付け親だった。多くの囚人を解放したことで、クロビス一世から死教に取り立てられようとしたが、 それを断り、オルレアンの近くのミシーの修道院に入った。その後、アキテーヌに赴いて、伝道活動に励む。王妃の出産の際に、安産の祈祷を捧げ、その功により、リモージュの近くにあるのプラに土地を賜り、そこに修道院を建てたと言われる。経歴は、はっきりしないが、幅広く尊敬を受けている聖人として有名である。しかも、フランスのみならず、 西欧の多くの国々、特に、バイエルンやボヘミア、ポーランドなどで、この聖人に教会が献道され、王族や皇位聖職者までもがのブラに巡礼に、赴いた。多くの奇跡が彼によって起こされ、14世紀から18世紀にかけて、バイエルンのインンヒエンホーフェンという、小さな町だけでも、彼に祈ることで4000の願いが叶えられたという、囚人や捕虜、散布、 悪魔に囚われた人や病人、病気の動物や家畜の守護聖人である。11世紀末には、ムスリムの国で捕虜となった十字軍の兵士の間でも、知れ渡っていた。また、フランクフルトのセイレオンハルト教会は、元来は、セイゲオルギウス教会であったが、1323年にセイレオンハルトの腕の一部を、ノブラから聖遺物として収めて以来、この名で呼ばれるようになった。 この教会は、サンティアゴでコンポステーラに向かう巡礼が、旅の無事を祈願する場所でもある。聖レオンハルトは通常、手を鎖につなげた姿で表現される。生命祝日の11月6日に、ドイツ南部では、レオンハルトの気候と呼ばれる行事が行われる。特にこの地域では、バイエルンの神と呼ばれるほど人気があり、 オーストリアの国境に近いバートテルツでは聖レオンハルトの製造を描いた馬車が花綱で飾られ、それに人々が乗り込んでレオンハルト教会へ向かう。また国境を越えたオーストリアのメンドルでも同じような行事が行われるが、ここでは馬車の前後を馬に乗った若者たちが固め、教会の中庭で司祭の祝福を受ける。 ストリート、パトリック・カトリック・チャーチ・スイント・オブ・ザ・デー・ノーベンバー6、カトリック・エンサイクロペディア、ストリート、レナード・オブ・リムーザーン・セイレオン・ハルト教会と、トリエント・ミサについて思うことの無んの時事短評080804、AB ・谷口幸夫、図説ヨーロッパの祭り川で処防審者、1998年、12、14ページ。ありがとうございます。